はい、どうもパジャマ YouTuber チャンネルリンボーでーす。今日は1ヶ月ぶりに毎日メイクをご紹介していきたいなと思います。それではスタート。はい、実は私この中にメイク道具入れてます。めっちゃ大きいんですよ、ほらパーって入れてます。あの無印さんで買いました。まず外に出かける用として日焼け止めクリーム、こちらを塗っていきます。均等に、もう肌白くなりたいよね。日焼け止めをちゃんと顔に塗るようになったのも先月ぐらいからですからね。塗るようになりました。今まで紫外線もろ浴びとった。はい、次こちらおなじみのラロッシュポゼ様。これはですね、私結構部分と言いますか、全体的に顔にクリームベタベタ塗らなくって、これよ、この目の下のクマ、こことかがすごい気になるから、この辺に塗ったりとか、ここら辺、シミ。日焼け止めの成分も入ってるから、その部分に塗ると焼けるんだけど、まあ顔全体に日焼け止め塗ってるから大丈夫っしょって感じで、やってます。間違ってたらコメントください。でかってる。はい、で次こちらコンシーラー。こちらも目の下とここの口元の下のところに塗っております。私最近もう本当に食べまくってるんですけども、1日前に京都に行ってきまして、もうめちゃくちゃご飯食べたんですよ。そして家に帰ってきてから体重測ると、まあ1キロ太ってたんですね。ご飯どっか食べに行くと必ず1キロ2キロ太って帰ってくるんですよ。大丈夫そう。なんか数日経ったら体重は元に戻ってくれるんですよ。そう、あの女子の日終わりました。よかった。4日前ぐらいに終わりまして、本当に良かった。ありがとうございます。次パウダーです。はい、なんかこれの日焼け止めクリーム結構肌白くなるみたいですよ。ちょっと私それ気になってます。パウダーでも白くなるからさ、もうええなと思ってて、ちょっともうなくなってきてるですね。今私はパックに全部お金をかけてますので、あまり化粧品ではちょっと買いたくないので、ギリギリでケツケツで使いたいなと思います。次にこちら、はい、シェーディングやっていきます。ポン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 、ここら辺も。眉毛はこちらの、はい、キャンメイクさん。数ヶ月使ってるけど全然なくならないし、マジで陽気だと思います。この輪郭、上と下の部分の輪郭をなぞって描いてあげるみたいな。上げつつ端っこはちゃんととんがらせる。はい、でぼかし入ります。こちらのコズミキさんのパウダーのなくなってる部分の白いやつですね。こちらを前頭の方にシュッ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 、薄く。この真ん中の茶色い方を、あの眉毛と眉毛の間に埋めていくという。眉マスカラをしていきます。こちらの06番ピンクブラウン。私のね、今の髪色の明るさとすごい合ってます。毛の流れに逆らってからの、はい、合わせる。こっちだよって、はい、毛の流れに逆らうからのこっちだよ、あ、こっちだよ、はい、見てあげます。はい、完璧。ちょっと口乾燥してるからリップ塗る。はい、こちら
フォロワーさんからいただきましたアイシャドウです。これ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 かな、はい、4種類使います。このパウダーを指で塗っちゃいます。こちらの方をの部分をちょっと下の方を塗ってあげると、こちら筆を使いましてね、茶色のやつをこの下のここをこうアイシャドウで塗ってあげる、塗ってあげる。こちらのはい、アイシャドウのこちらですね、ちょっとだけ入れてあげるの。はい、こちらキラキラのグリッター、グリッターじゃないわ、黒目の上みたいな。ちょっと待って、もうこれね、ここにあの目の下でこうやって布を忘れてた。あれ、往復で2回、1、2、1、2みたいな。じゃあいい感じになるから。こちらを使っております。この目頭、この黒目の下で 目尻 3.5 かんで、ここを目頭、黒目の下、はい、目尻で、スススって、さあいい感じ。また出ました眉毛パウダーを使いまして、黒目の下のとこから目尻にかけてこのパウダーでシュッシュッって優しくなぞってあげます。こっちもここからここをなぞってあげる。でちょっとぼかしてあげる。次こちら、はい、3C さんのグリッターをこの黒目のうわ下のところに塗ってあげる。はい、キラキラして可愛い。こちら私の超おすすめのキャンメイクさんの赤色入れるかな。こんな感じに入り込んで、目がこっちとこっちに、こっちの方がより大きく見えるの。じゃあこちらのキャンメイクの03番を使いまして、ディアップのアイラインを引いていきます。せっかいラインよね、バイバイ。感じで分かりづらいかもしれないんですけど、本当に難しい。このリングライトつけるの忘れてた。さっきの二重ライナーでこの二重をちょっと延長していきます。ビューラー無印さんで買いました。めっちゃ上がります。でこちらのブラックを使います。いくぜやん。ノーズシャドウ忘れてた。さっきと同じやつね、あのシェーディングやったやつと同じで、ハイライト使います。塗ってあげて、顎先ポン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 って塗って、じゃじゃん、唇にこちらキャンメイクさんの04番こちら、フォロワーさんからいただいたディオール
口紅です。こちらもフォロワーさんからいただきまして、シャネル様ですね。これをちょっと手にくるくるって塗って辺とか軽く髪ですね。次変身していきます。メイク終わりました。ご視聴ありがとうございました。 YouTube チャンネルリンボーパジャマ YouTuber でぜひ登録よろしくお願いいたします。 TikTok、Instagram もやっております。ぜひフォロー待ちしております。 LINE ライブ毎日配信中、リンボーで検索してみてください。以上、リンボーでした。またね。